こいつらが、オープニングの曲が流れています。今日はね。あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりましたデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと中地でお送りしています。はい、はい、今週はですね、はい、あのビッチ VS 童貞ということで実いやもうねあの実際に、童貞の方と、うん、あとビッチの方を呼んでおります。まあね、まあ、童貞は中地の親友なんだよね。そうです、童貞は中地の親友で、はい、うん、もうビッチャーもスカウトですね。スカウト、もう今後も活躍してくれるだろう。ビッチを二人呼んでますんで、それでは登場していただきましょう。ビッチと童貞です。どうぞ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 。もう見てもこのさ、まずこのさ、二人の堂々感がもうあ、すごい。何あ、一応これつけていいじゃん。この堂々感、すごいね。はいはいはい、マイクに向かってね、じゃあ、はい、お願いしたい。マイク調節してください、ね、はいはい、高さいやですね、大丈夫ですか、はい、皆さん。あ、一応カメラあっち、カメラあっちか、はい、あっちですね。じゃあ、じゃあ自己紹介してもらえますか。じゃあ、じゃあ童貞から自己紹介してもらおう。童貞からね。童貞から、はい、はい、じゃあ童貞19年竹富寛太です。寛太はい、なんか僕の親友でね、出てくれたんですけど、うん、前もあのドッキリであの竹富カンタには出てもらって、うん、あの僕があの警察に捕まった時に身代わりになってくださいっていうドッキリをかけた、うん、あの竹富カンタ、そうですね、まあ、本当にあの年齢イコール童貞の、はいはい、方に来ていただいています。いい、じゃあビッチの人のご紹介をお願いします。じゃあこっちから行こうかな。もうあのあだあ仮名で、何でもいいよ、仮名でいいよ。じゃあ仮名で、仮名、実名でいいなら実名でもいいよ。佐世子、佐世子でいいよね。佐世子さん、佐世子、あ、じゃあこっちのこっちのビッチ A の人が佐世子さん、佐世子、一応佐世子さんマイクこれね、一応、あ、オッケー、佐世子さんマイクこれね、佐世子さんと、あ、じゃあビッチ B、ビッチ B、 ビッチ B、 A と B でよくない？あ、そうだね、じゃあビッチ A とビッチ B で、うん、じゃあこれからはもう AB で、はいはいはい、一応 AB かっこ仮名で、すごい、一応このこの B の方のこのさ、もう犯罪者やん、もう隠蔽感がちょっと顔なし NG なんで、そうだね、はいはいはい、まあだろうね、はい、一応童貞は顔隠さないんだ。童貞はね、いいの、大丈夫なの。大丈夫です、はい、まあ募集してるからね、全然。あ、もうもうコメント来てます。はい、アッサーさん、はい、今日の企画楽しみです。はい、もうね、はい、みんな楽しみにしてくれて、コメントでもね、はいはいはい、あのまあいっぱいコメントあったのが、はい、いや余裕で童貞負けるっしょっていうコメント、まあ、中田さん、はい、こんばんは、わわわって来てますね。はい、ね、すごい独特ですね。はい、はい、ではここでね、はい、あの紹介を、じゃあ中地か、じゃあ童貞から紹介してもらっていい？童貞の紹介、どういう人なのか、はい、あー紹介、まあ、うん、年齢イコール童貞歴、童貞というかね、はい、ずっと童貞このさ、もうね、このさ、笑い方がさ、ね、童貞だろ、ほらほらもうね、この笑い方って言った時点で童貞って即答するビッチ感、やっぱ分かるんだ、分かる、分かる、分かる、童貞ビッチから見てどうなの、やっぱ童貞って分かる、すぐ、うん、分かる雰囲気で、ね、あ、分かるんだ。あの俺これ、まあ、そこ聞くのもあれだけどさ、うん、あのエッチする以前、あ、エッチするときに、はいはいはい、童貞とやりちんってどっちがいい、お前らからしたら、やりちん、やりちん、あ、やりちんなんだ、やっぱテクニックかな、テクニック的にってこと、うん、テクニックだろうね、はいはい、じゃあもうなんてエッチしようと思ったときに、あ、ごめん俺童貞って言ったらもうちょっと萎えるんだ。あとは相手によるね、うん、あ、イケメンだったらか顔かい、ブサイクで童貞の酒飲むよ。どうしようもないんだじゃん。いやいや、
ブサイクで童貞の竹富って言うのも最悪。竹富とテクニックに自信はある。いやいや、だから童貞だから。童貞、童貞だから。ないないない。あ、いや、それはないよ。だって、まあ、ないよないよ、はいはい、これであるっつったらどっからの自信ってなるじゃあここでね、はい、早速一つ目のコーナー行ってみましょう。童貞とビッチにいろいろ聞いてみよう。ということですね。あの質問を、はい、いろいろね、はい、考えてきてるんですよ、はい、これにもう素直にですね、素直な気持ちで、ね、隠さずに全て答えてください、はい、童貞にもビッチにも質問があるんだよね、はい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 、じゃあビッチから やろうかな、はい、初体験いつなのかとどういう相手だったのか、うん、じゃあ A からいく。 A、 ビッチ A から初体験中1。ちょ、待って、マイクこれね。あ、ちいち。あの、おちんこだと思って。やだやだやだ、ほんとだ。ちょ、マイクこれ早い。途中で舐め始めたらどうするはい、A は ?A は中1。中1。あ、早くはないか。早いか。いや、早いだろ。沖縄で中1ってかなり早いな。高1じゃないんだ。早い。いやー、早い方でしょ。どういう相手だったの？相手は？彼氏？ああ。あ、そこは一応彼氏だったんだ。うん、え、中1って相手も中1だったってこと？あ、なるほど。何歳ぐらい上なの？上上1? 1個上。そんな上じゃなかったよ。中2だったん だ, そうなんだ。どういう状況なの？中1って俺もう手つなぐので精一杯ぐらいだったの、ね、はいはいはい。だから相手も童貞だったんじゃん。相手も童貞。そうそうそう、なんか焦ってやっぱやりたいなみたいな、はいはいはい、いやいやいや、中1で焦らんでしょ。いやー、中1はね、あっちがグイグイ来たんだよ。だって中2ってそういう時期じゃない。あ、まあそうだけど。中2、そう。え、 B どうなのこれ、この意見どうなの B。 早くない？早いと思う。早い。なんで？ちょっとなんで？早いよね。早いよね。いや、だいぶ早いと思う。だ、中1って名前だけで付き合ってるみたいな感じ、うん、そうそうそう。で、セックスした時はじゃどんな感じだったの？中1のセックスって どんな感じ？こんなもんかみたいな。あ、いやいやいや、お前も中1だ。すげえ。すごいな。もうそこでもう出来上がってたんだ、ついに。いやだもん。え、その時からじゃあ興味はあったって、うん、なかったなかった。あ、もう、あ、別に、うん、別に、なんか AV めっちゃ見てたとこでもないんだ。ないないない。あ、もう興味本位でみたいな、で、あー、こんなもんかみたいな。へぇ、はいはい、で、その時楽しいと思ったの、セックスは。うん、なんか男の人がキモいと思ってしまった。あー、なんか一生懸命腰振ってるから、はい、なんか哀れだなと思って。あ、待って待って、一応挿入したんだもん、その時すでに。うんうんうん、はいはいはい、あの、ゴムはつけた以上。つけたつけた。あー、ゴムつけた。中1かこれ、竹富どう思う？これ中1でセックスって。お前今19歳じゃん。早い。一言ね。もうだって、すごい19歳だよ。うん、ね、はいはい、13歳とかやってるってことでしょ。はいはいはい。マジか。え、じゃあ B はいつの初体験？ B はね、18。あ、18？ あ、じゃあ意外と普通ぐらい。まあまあまあ、ちょっと遅いとか。あ、まあ普通ぐらいか。普通ぐらいだ、ね、普通ぐらいだね。で、初体験の相手は彼氏。彼氏、はいはいはい、同級生。同級生。何人？日本人以上。日本人。日本人。はいはいはい、どういうシチュエーションだったの？シチュエーション。付き合ってどれぐらいで？あ、2年半付き合った人で。え、うん、あ、うん、じゃあそこはちゃんとちゃんとした女の子になってるじゃん、その時は。その時はちゃんとした女の子だ。まあ、A も B もね、なんかね、うん、最初、じゃあスタートから スタートからそういうなんかモンスターだったわけではない、うん、いや、俺が思ってたのはさ、もうなんていうのかな、もうお父さんもめっちゃやってて、はいはいはい、家とかで、うん、それを小さい頃から見ててみたいな、はいはい、そういうやつだと思ってたんだけど、全然スタートあれだったんだ、もう普通だ、普通な。え、彼氏と純粋彼氏と2年半付き合って半年の時に、うん、なんかエッチしようねってなって、あ、エッチしようねー、なるほどね、はいはいはい。あ、もう全然普通だね。全然普通な。で、何？ A は初体験の時はそんなにエッチ楽しいとは思わなかったんでしょ、うん、はいはい。 B はどうだったの、初体験の時？あ、もう大好きな人だったから。あー、大好きな人だったわけね。そう。あ、じゃあそれ、そういうのじゃなかったんだ、もん。そういうのじゃなかった。愛を育んだ感じのセックスだったわけね。なるほどね。はいはいはい。竹富、愛育んだセックスしたことある？ない。ないよね。したい、やっぱ。したい。だから小さい声で言うのが童貞だわ。だからこういう時やりちいは、俺めっちゃしてよとか言うばよ。お前もうしたいとか言うば。竹富、ずっとね、放送前からずっとニヤニヤしてる。やばい、ワンチャンあると思ってるから。ワンチャンあると思って。ちょっと声が小さいよ、お前。
じゃあ次じゃあ童貞に聞こうかな。はいはいはい。あ、お前らもなんか聞きたいことあったらどんどん。あ、うん、じゃあ逆にさ、今あの童貞に、いや、どっからがもうなんて言うんだろう、もうモンスターになったというか。あ、そうだね。いつから、あ、そっかそっか、うん、いつからビッチになったのじゃ。 A はじゃあ彼氏が年上で、うん、はいはい、やっぱね、テクニックが あったんだ。そうそうそう、テクニックがあったんだ。そうそうそう、やっぱテクか。で、セックス気持ちよくて、ね、体幹覚えたらやっぱ人間走るよね、そこに。なるほどね。あ、そうだね。だって俺ら、ね、チンパン猿の頃からね、はいはいはい、快感を求めて生きてきてるから、ね、なるほどね、はいはい、今も引き継いでるね、ちゃんと。そうですね、遺伝子は。え、 B は B は、うん、自分でも B は今21だけど、はい、21の誕生日の前。え、あ、じゃあ結構最近え、でも何人とやったかは分からない。え、嘘、え、嘘嘘嘘嘘嘘、両手で、両手で数えれる。待って、あ、もう両手両足使ったら無理、超える、無理だね。え、本当に超える。え、じゃあ結構ラストスパートというか、だいぶ後半でスパンをかけたというか、いや、後半っていうか始まったばっかりであるけど、うん、え、じゃあ何、え、ビッチになりたてほやほやってこと今。そうだね。あ、先輩、え、何言ってるの。じゃあ先輩から見てどうなの、ゴールデンルーキーじゃない。うん、まあでもまあ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 、まだえ、じゃあリアルにさ、うん、人数予想、自分の人数予想してみて、この予想っていうか、今までの人数大体でいい。大体で正直、うん、2人でもよく話するんだけど、はいはい、もう顔覚えてない。え、顔覚えてない。顔覚えてない。じゃあ本で何本か。いやいやいや、本で数えるんだ。じゃあやっぱしょうもないチンコって覚えてないさ。え、うわぁ、マジか。カウントしないんだ。ね、そう。え、じゃあお前らはちゃんとしたチンコからしか、そう、カウントしない。カウントしないんだ。じゃあもう、竹富のチンコとかもう1本でもないんだ。俺たちもその可能性あるってことでしょ。そうですからね。怖いなぁ、ちょっと。チンコというよりはもう技術とかも含めてってこと。まあそれもあるよね、うん、トータルで。はい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 、はい、じゃあお前らはもうこの技術がないと男としてすら認めないんだもん。うん、二人揃えてうんって言って。恐ろしいな。待って、今回俺さ、竹富をビビらす企画だったんだけど、うん、俺と中地もめっちゃビビってた。俺と中地がやられてるんだけど、どっちかというと。ちょっとねやばい、俺らの想像を超えてきたビッチだった。これはあ、なるほどね。これはね、いつからじゃあ童貞なのお前は。いつから童貞なったきっかけ。もうお父さんの、お父さん、お父さん、お父さん童貞なの。あ、なるほど。ややこしすぎるの。なるほどね。いや、もうじゃあ、じゃあシンプルにビッチから見て童貞は、うん、19歳で童貞ってどう思う。いや、別にいいんじゃない。可愛いって感じ。いや、可愛くはない。まあ、別にどうでも、眼中にないっていうこと。どうでもいいかな。なんか白いなって思う。ああ、純潔、怪我知らない。純粋だなみたいな、うん、はいはいはい。じゃあ逆に同級生のこの処女のこととかはどう思う。羨ましい。あ、そうなんだ、うん、ああ、そうなの、うん。あ、だってあれだもんね、あの男は一応正直少女が好きさ。はい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 、一応は初めての相手になりたいみたいなね。あ、でも分かんない、大人っていうかやっぱ、うん、高校卒業したぐらいからはだんだんあれかな、ビッチが好きなのかな。あ、どんなかな。ビッチと少女どっちがモテると思う。ビッチ、ビッチじゃないかな。俺も持ってきた、だんだん。そっか、ビッチの方が、うん、少女って言ったら逆にちょっと重いっていうかあれかな、うん、竹富どっちが好き、少女とビッチ。ビッチと初体験に選ぶなら俺はビッチなの。まだちょっと攻められたい。攻められたいんだ。そうです。お前急に声でかくなった。ちょっと狙いにいってるんだよ、もしかしたら。じゃあ竹富オッケーか絶対ダメかで言ったらどっち。本当に素直にダメ。ダメダメダメなんかい。え、 B はちょっとあれ別に、あ、別に大丈夫、ダメかな。竹富、じゃあもう帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。え、じゃあ次、童貞に質問しようかな。はい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 。じゃあ、あ、まあ似てるんだけど、うん、一応理想の童貞卒業シチュエーションみたいな、うん、なんかどんな風に童貞卒業したの。彼女がいいのか。そうそう、それとも風俗がいいのか。うん、風俗はない。まあないんだ。クラブ。あ、クラブからの流れ。そうそうそう。あ、それ、あ、いいね、それ。いいいい。これ OK。 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 なるほどね。一方してそのままの流れ。そのまま。今の理想は何なの。今のところの理想は彼女となんか愛した女の人ととかじゃなくて、うん、そうそうそう、あ、一応理想はまあ好きな人じゃん。あー、場所は場所は場所は場所
家がいいな。家がいい。純粋でしょ。純粋なの。本当に。さっき俺にコンドームちょうだい。おいおい。待って、もらったわ。ワンチャンあると思って。じゃあ次ビッチに。はい。じゃあね。はい。これからあどうあそっか聞いたかこれ。あの一番最近エッチしたのいつっていう。一週間前。うん。二人ともってこと？そうだね、なんか被る。3P ってこと？それはない。あ、そういうことじゃなくてってこと？はいはい、それぞれの相手で一週間前。うん、一週間前？じゃあその前は？一週間前の前。あ、違う。なんていうの？一週間前の前はいつやったの？はいはいはい。そんな感覚ないと思う。うん、もう。わかんない。その前とかっていうあれがわからない。ああ、もうカウントしてない。日常的にもう覚えてない。呼吸かのようにやってる。そう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 。呼吸かのように。昨日の朝飯覚えてないみたいな。ああ、はいはいはい。確かに俺らもあれさ、うん、朝ごはんって思って食ってないさ。はいはいはい。なるほどね。なるほど。はいはいはい。よくわかったわ。すごいな。1週間前。すごいな。どういうセックスだったのちなみに2人とも。それはね、もう燃えた夜だったね。台風の日に。B、B、いいね。皆さん、この2人1週間前燃えた夜を過ごしました。台風の日に。台風の日に？はいはいはい。あの時？あの時。ちなみに、竹富台風の日何してた？俺、うん、家で本読んでた。童貞やし。童貞漫画家。相手の家でってこと？台風の時に。私の家だね。うん、自分の家で、 B の家で一人暮らし、はいはいはい、一人暮らし、じゃあもう自分の家どんどんだね、うん、どんどん、はいはいはい、どん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 だね、もう本当に使うね、はい、竹富がね、ニヤニヤして気持ち悪いんだよね。どう立ってる？ちょっとじゃあ、今勃起チェックしてる。失礼いたします。ノー勃起でございます。今のところまだ頑張ってる、はい、まだ頑張ってる、はいはいはい、じゃあ童貞にちょっと聞こうかな。はい。じゃあなんで童貞だと思う？あ、根本的に悪意があるわけさ。じゃあこれ中地が考えた質問なんですよ。俺が竹富に何聞きたいって言ったら、はい、なんで童貞が聞いてって言ってさ。なんで童貞だと思いますか？根本的にもう、うん、なんでだと思う。なんで自分には卒業できないのか。アドバイスもらおうじゃん、うん、言ってから。それ出会いがないわけではないでしょ、うん、だって彼女はできたことある？ない。あ、もうここだよ。そうだよ。いや、まあこいつ竹富沖縄工業高校っていうね、はいはい、まあ、男臭い高校に通ってたではあるけど、うん、今大学行ってそうだよ。女の子とねもうずっと触れ合ってて、あ、仲いい。あ、女の子と喋れないわけではない。ない、ない、ね、全然めっちゃ仲いい。めっちゃいい。そうなの？うん、今も別に普通だし、うん、だから機会はあるわけなのに、うん、なんで捨てれないの？ハードルが高いってことではない？ではない。仕切ってるってこと？ちょっと一応ちょっと仕切ってる。チャンスはあった？チャンス、チャンスは今まで一番、うん、じゃあ一番チャンスあった時の状況を教えて。は、うん、カーカー車車あ車あ車いちいち英語で言うね。車で相手は、うん、じゃ彼女じゃないってことでしょ。あ、はい、彼女ではない、ね、はいはい、はい、いつ？あ、高校3。ああ、はい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 。で彼女もう友達？友達。どこまでこれ、うん、いいの？うん、セックスしたの？はしてない人。ああ、そうね。童貞か。中和？中和した。ああ、中和したんだ。うん、もうビッチじゃない。あのよ、お母さんのような目で我が子を見守るような。どうしたら卒業できると思う？うん、聞きたい。アドバイスするとしたらやっぱ。わかんないよね、逆に。先輩たちから。なんでできてないのって感じだもん、うん、ああ、そっか。じゃあこんだけなんかやりたい人はいっぱいいるのに、うん、それに出会わない。いやいや、やりたい人探せないって。あ、だって男も出会い系サイトとかしてる同級生いっぱいいるけど、いないよ。いないだろうな、うん、周りに結構エッチ好きいるってこと？結構いるはいるよね。いるはいるけど隠してるってこと？ああ。この男の前だったら話さないとか、まあまあ、うん、はい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 。まあそりゃそうでしょう。まあな、ビッチですって言ってラジオに出てくるとかも頭おかしい。いるわいるわ。すぐ隣にいるよ。いるいる。そうなんだ。竹富な。どじゃあどこまで行ったの？このカーだよ。あー、エマン。までもうそれが終わり。え、なんでそこまで行っていけないの？だから
絶対もう最高のシチュエーションでした。あ、まあドームもなかったし。ああそうそうそう、それで断られたもん。お前さ待って、コンドームをさ、あのゴムっていう人は見たことあるよ。お前ドームっていう。ドームっていうさ。じゃあお前何、東京ドームとかと同じ感じなの？そうだ、ドームドーム、野球できそうな感じなんだ、うん、そんな規模の大きいものなんだ。マジか。じゃあもう一個聞いていい？はい、じゃあこのビッチなんだけど、はい、これから、まあ、風俗だったり、はい、AV 業界だったりそういうの考えたりもしてる？はしてない。してないんだ。別にそういうわけじゃない。お金が欲しいってわけじゃないってことでしょ。ただただエッチしたいってことで、うん、生きてる感覚が欲しい。そこは一緒にしないほしい。やだ。ノーセックスノーライフみたいな。それ間違ってないよね。セックスしてる時に生きがい感じるってこと？そうだね。そうだね。もう中地何してる時に感じるの？ありのままの自分を出してる感じ。あ、まあね、まあ、生まれた時の姿になれるさ、うん、そういうことかな。お風呂でもなれるから。それもあるし、なんか声とか。あ、はいはい、分からん、その辺業界。そうか、日頃大声出さないから、うん、じゃ結構出す方なんだ、声。そうだね。だけど声出す女の子と燃える？燃える。だけどじゃあ2人が好きな、なんかセックスとかあるの？なんかこう激しいのが好きだったり、逆に相手が M だったの方がいいとか。M はないね。M はない、ないんだやっぱ、うん、なんか彼氏が M とかだったらまだ全然いいけど、うん、ああ彼氏が M は可愛いんだ。ギャップがあってもこれダメ？なんかもうめっちゃゴリゴリな。あ、はいはい、死にた、そう、なるほどね。じゃあめっちゃ全身タトゥーで、うん、でめっちゃマッチョで常にサングラスつけてるけど、まあ、チンコちっちゃいみたいな。チンコちっちゃって全然いるよね、そんなのね、うん、めっちゃ甘えるみたいな。大丈夫、経験済みだからそんな怖くない。何でもありですね、うん、もうこれ親指サイズだもんね。親指サイズ。待って待って、小指もいるから、小指、私小指だの。怖っ。待って、でもこれ聞いてる人がさ、やばい使って。あんま言えないけど、言えないけど、小指か。竹富は何指？ちょっとね、あの竹富も小指だもん。待って、本当に竹富小指なの？小指、小指の第二関節ぐらいやさ、一応小指の第二関節。小指の第二関節ってさ、チンコじゃないもん。名言出ました。ビッチから童貞の一言、チンコじゃない。チンコ、チンコじゃないって言われたよ。いや、やっぱ大きい方がいいんだ。チンコはじゃあやっぱもう最終的にはテクニックじゃない、もう、うん、ここまで。そうだね、平均あればいい。ああ別に、じゃあ今までで見てきた中で、うん、一番大きいチンコをちょっと手で表してほしい。絶対だ。長さどんなぐらいの？俺の予想はなんか AV で見てこんなのとか。こんなどういうの？よくわかる。チンコ横から見た感じ、横から見た感じ、横から、チンコ横から見た。伝わらねえな。あ、じゃあ手で持ったらどんなぐらい？だからちょっと出るのか。はい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 。日本越した。日本越した。日本人？そう。じゃなんかやっぱ人種ね。うん、人種。やっぱ人種が違うの？あって、人種って。国境越えちゃったよ。お前ら国境越えてるんかい。いや、なんていうのかな。これをさ、うん、私実は、あ、わかる、アメリカ人とセックスしたことあるんですとかでもなく、普通に、うん、普通に暴露した。そうね、国境を越えてるんだ。We are the world なんだ。We are the world。 そうなんだ。やっぱ何人が大きいの、一応？それはもう、え、今までやってきた中では、じゃあ何人が大きい？カナダ人が意外に大きかった。ピンポイント。ジャスティン・ビーバー、カナダ人。チンコでかいって言ってた。あ、そういうこと。そうなんだ。ジャスティン・ビーバーとやってないよね。やりたい。でもやりたいわ。すげえ。ちょ、なんか俺ネットに見たんだけど、日本人さ、実は小さくないって書かれてたんだけど、平均って世界的に。あ、チンコチンコ、あんまり大きく、あ、小さくもないんでしょ、日本人って世界的に。別にどう、やっぱネットよりね、実際現場出てる人の方が。現場出てる人、現場に出てる人、現場出てる人。まあまあ、日本人はやっぱちっちゃいもんなの、それとも？ちっちゃいっては思わないけど、人によるってことか。別に結構今日超えてるから、うん、あ、レベル的な。なるほどね。あ、もう世界的に見たらやっぱり世界規模があるから。あ、なるほどね。レイヤー上って言えるじゃん。そうだね。野球も日本代表とメジャーじゃやっぱ違う。そういうことね。まあ、じゃあ日本人のやりちん諸君にはもう胃の中の蛙ず。あ、なるほど、ね。メジャー進出しろと。
確かにね。テクニック一番今まででテクニックあった人のなんかテクニック教えてほしい。あこういうテクニックもあるんだとか教えあったら教えてほしいんだけど、はいはい、ある。テクニックそれも性癖によるよね。性癖による。性癖どういう性癖があるの？みんな。あ一番 ここは共感してるよね。うん、あなんでなんで。あお前たちの性癖ってことか。うん、A と B の性癖どういう性癖ちなみに。言えるやつ。まあ言えるよね。言えるするど状況。じゃあ童貞には刺激が強いかもしれない。あじゃあちょっと竹富耳塞いといてもいいですか。じゃあ何どういう性癖なの。まず、うん、首絞められるのが好き。ああ出ました。意外といるよそれ。はいはいはい、意外といる。俺のクラスメイトにいた。やっぱそういうこと。これはもう本当にもう息できないぐらいのガチな。息できないぐらい。あの正常位からの。ああ正常位からの。そう。あバックもいいでも。バックで後ろから。うん、もうじゃあプレーとかじゃなくても本当にもうあってもう苦しくて死ぬぐらい。うん、じゃあお前今ラッチョもか。あもう大好きだね。好き。あでも竹富のチンコ今ラチョさせてもさ、うん、スペースめっちゃ空いてるめっちゃ息できるみたいな。キノコの山食べてるそんなちっちゃいキノコの山あじゃあ意外と M あ M 女はやっぱ多いんだ。 M の女の子はだよね意外と。うん、うん、聞くんだ。へえー、はいはいはい。そうなんだ。竹富は M と S どっちなんだっけ。俺は M。あ、S、嘘つけ嘘つけ嘘つけ絶対嘘つけ。俺が自分が。お前が。あ、自分がは M。 まあ、竹富は M って感じです。まあ、だろうな。どういうことされたいの女の子に。じゃあ、はい、2人いるとしたら、じゃあ 3P ね。3人でじゃあ 3P するとしたら、はい、どういうことするの。何されたい。いやいや、もうさ、怯えるから。いや、童貞怯えるから。興奮してます、今。うん、どうなの竹富、何されたいの。じゃあ、じゃあまずどこで。はい、ホテル入る。はい、ホテル入って。ホテル入って。はい。何どうなる。もう一回シャワーだな。ああ。一緒に入る。そうそうそう。一緒に入る。そうそう。はいはい。ちょ、ここちょっとクスクス笑ってるけど、一旦それは置いとこうで。はい、ちょっと、時間があれなので、はい、コンティニューコイン、ちょっともしもらえるなら。そうですね、お願いします。はい、お願いします。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ、竹富。はい、シャワー入って。シャワー入っての、うん、何かな。中から。そうそうそう。中から入って。流れ的に。で中して。そうそう。殴られたい。ああそこね。そこまで行くの。そこまで行かない。殴られたいとかじゃない。なんか軽くビンタとか。あれか。いやビンタされたい。そう。いいね。ちょっとされてみる。ちょっとじゃあ実際に。じゃあビンタ得意なのどっち。どっち。じゃあ B。 じゃあ B ちょっと軽くビンタ。ビンタ。じゃあちょっとカメラこっちだから。じゃあちょっと、いや一応前に出てもらった方がいいんじゃん。見えるかな。じゃあちょっと童貞竹富のちょっとじゃあよリクエストによりビンタ。生ビンタを。生ビンタを。ビッチが童貞にビンタを。はい、うん、じゃあ竹富もうちょい前に来て。そう、OK。 はい、じゃあ竹富、じゃあビンタした後あっちに感想言ってね。はい、では竹富のリクエストでビンタお願いします。痛い、ずっと痛い。竹富、一言だけ。あ、もう一回やり直し、やり直しやり直し希望したよ。じゃあ、もう一回お願いします。竹富、じゃあ気持ちいいちょ。ああ、おう、ごめんね。いいよ、見ないで。見ないで。じゃあ竹富、感想、カメラに。僕やられたい。いやおい、座れ。おかわり出ちゃったわ。こんな感じでやりたい、やられたい。怒られたりもしたいっしょ。童貞のくせにとか。あー、そういうのもいいね。じゃあここ相性合うかも。もしかしたら合うかも。S もいけるの一応は。自分が S。あ、いける。いけはするんだ全然。希望は M だけど。希望は M だけど。はいはい、S もいける。いける。A はどうなの。いけるけど。無理。竹富に向かって無理。そうですね。はい、じゃあラスト。ラスト。じゃあこれからも、あ、じゃあビッチにラストの質問しましたね。これからもビッチで行きますか。ビッチのつもりだ。ビッチで行きますか。これはいろんな意味がありますね。これ。そうね。行きますかはまあ3つの意味ですね。はいはいはい。あ、じゃあ行く。ビッチで行くのか。行くのか。行くのか。行きたいね。普通に行きたい。行きたい。何歳までなの。
いや、結婚するまで。平型するまで。あ、結果、あ、B は結婚するまで、うん、A は平型。平型って何？生理が終わる時まで。あー、じゃあもう生理さ、わかんない、俺男だからわかんないんだけど、うん、平均的に何歳ぐらいで終わる？40後半ぐらいじゃん。お前、40後半まで今のペースでいきたいんだ、うん、あー、でも一応生物学的に見たらビッチって多分優秀な、ね、そうだよね、うん、やつだよね。そうだよ、そうだよ、優秀な遺伝子だよね、うん、そっかそっかそっか、生物学的だけど、そうだね、あ、はい、じゃあ全然結婚とかしても、じゃあ A は行きたい、うん、したら彼氏結婚したら、結婚したら結婚、あ、うん、その相手といっぱいやりたいと思う、うん、はいはいはい、あ、でも相手はエッチ好きがいい、うん、あーじゃあ結婚条件にエッチ好きが入るんだ。持久力と持久力持久力、年の年を理由にして断られたくない。あ、お前もう40だぞみたいな、そうそうそう、40なってエッチは嫌だよとか、うん、絶対嫌だな。なるほどね。あ、じゃあ例えばなんて子供ができて、お前子供いるぞ嫌だよもうみたいなのも嫌なんだもん。嫌だ、はいはいはい、全然全然、はいはいはい、じゃ竹富はいつまでに童貞っていうの。あ、そうだね、は20歳。いやいや、だから、あ、いつ20歳は来年か、来年まで、うん、今年度来年までに、じゃあ捨てるということで、いや、はい、今日中にでいいんだ。今日中に、今日中にどうにかするか、じゃあ、はい、はい、はい、以上童貞とビッチにいろいろ聞いてみようのコーナーでした。はい、それではこの辺で曲をお聴きください。 DJ ユンボーセレクト、サチモスのミント。あ、ビンタ、ビンタよかった、はいはい、ツイキャスは、まあ、一応さ、俺男だからわかるんだけど、意外と M 多いわけさ、男な、クラス聞いたことある、はいはい、うん、意外と M とかお姉さん的な人とエッチしたいとか。俺もと M ですなんだかちょっとやられとく、なかち、じゃダブルでやられ、ダブルで、め、え、俺めっちゃ面白いじゃダブルでお前が左からで、右からでこうバーンやられる。あ、いい、あれお願い、練習素振り、素振りして、素振り面白いな。じゃあ私こっち。うん。生まれてきてよかった。高橋もちゃんとここで。はい。じゃあ待って。はい。やる？せーのね。じゃあ左でやったことないから。ただいま今中地のね MMM を今。はいはい。こんな感じで。中地もうちょっとカメラ当たりそう。面白い、怖い、ずれて。せーの。3、2、1。超いい、今日ラジオ楽しい。いやいやいや、すごいね、セックスが好きなんだ本当に、うん、なんか俺思ったんだけど、セックス好きな人ってなんか気強くね、あー言われ、気強いって言われ、隠してないからじゃん、うんうん、あ、隠してない人はそう、はいはいはい、そういうか、なんかなんていうのかな、清楚で売ってて、実はセックス好きとかもやっぱいる友達とか、あ、いる、それでも一応立ち悪いね。じゃあ隠してるつもりないと思う本人は。ああ。まあ別に言うもんでもないし、うん。そうそうそう。言ってるこっちがおかしいだけど。いやでもな、それはもう最初から分かっちゃいます。自覚してるんだよ。自覚してるよね。自覚をしてる。初対面で。うん、あ、そうだよ。二人が知り合ったのは1ヶ月前。あ、え？そんな最近なんだ。何時間は4年後ね。はい。なるほど。セックス友達ってこと。あ、それは違うね。ベッドの上で出会ったとかでは。それが AV 見たらね、6人でセックスしてたりします。はい、はい、デンジャラスナイト、続いてのコーナーは KY デンジャラスのアンケート調査。はい、このコーナーはですね、あるお題に対してツイッターのアンケート機能を使って調査するというコーナーです。今週のお題はこちら、自分の子供がずっとビッチとずっと童貞どっちが嫌だこれどっちが嫌なんだろうね。これはね、あの、自分が親だとしてね、うん、自分の愛する子供が生まれた時に自分の子供が死ぬまでビッチか、うん、死ぬまで童貞、自分の子供がね、どっちが嫌か。いや、童貞が嫌じゃないかなって俺は思った。じゃあ挙手して、挙手制にしてる、一旦この中で、うん、じゃあ自分の子供がずっとビッチとずっと童貞、はい、じゃあずっとビッチが嫌な人、はい、ずっとビッ
ッチが嫌で、あ、子供、自分の子供が死ぬまでビッチが嫌。嫌だ。いい感じで別れた。あ、じゃあ俺と A ね。俺と A。じゃあ、はいはいはい、ずっと童貞がいいのは3人、うん、3人、2対3か。いや、童貞ってだってもう子孫が生まれないわけだから、うん、根本的に、うん、3人ともそういう理由、そういう理由、うん、いやだってさ、そう言ったらビッチは、あ、童貞はさ、こっちには迷惑かからないさ、うん、あー、なるほど、相手側にこっちが、なんていうの、違う、俺自身が、親自身が、はい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 、別に自分の子供がどんなに童貞でもいいけど、うんうん、ビッチだったら確実になんか、あ、ビッチが嫌かな、俺も、なんか子供を妊娠して、わかる、教育、ビッチが嫌かもな、あー、あー、そうだね、そういうこと、そういうこと、あ、言われてみればでもな、あ、気は、男は男で責任取らないといけないさ、はいはい、立場だったら、これはちょっと際どいね。竹富どう思う、これ。いや、自分がまあ童貞だから、うん、ね、はいはいはい、でも、でお前は親に迷惑かけてないから、あ、竹富はね、うん、でこの二人もしも例えば妊娠とかしたらかけるかもしれない、はいはいはい、ちょ、そこらは気をつけてはいるってこと、それともそんなに気をつけてはいない、気をつけてる、うん、あ、そこは気をつけてるんだ、一応、うん、ピル飲んでる、待って、本格的にセックス好きなんだ、本格的な、もう本格的なやつね、はいはいはい、竹富ピル飲んでる飲んでねえわ飲んでない今はまだ童貞って言っても笑えるけど、うん、これが多分年取ったらっていうことなんでしょうね、うん、そうだよ、40なって童貞はさすがに厳しいよね。これ世間的にどうなんだろうってことでアンケートをしよう、はい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 、アンケートにね投稿して、うん、30で童貞はちょっとひどい、いいじゃないもん、あ、いいの逆に、うん、え、なんか臭そう、違う臭そう臭そう、確かに、オナニーはしてるから全然、うん、だから大丈夫、だからそのオナニー臭ありそうじゃない、まあ確かに童貞、中ちゃんちょっと匂いどうなの、はいはい、ちょっとさっきから隣にいるけどどうなの、あ、ちょっと童貞臭というかオナニー臭します嘘つけ嘘つけ嘘つけ、お前もするだろ、だとしたら竹富がずっともじもじしてるから、もうなんか大丈夫、大丈夫大丈夫、興奮してる、してん今日絶対オナニーするだろお前、夜あー、ペーターさんから、はい、コメント、そうだ、コメント読んでいこう、嫁10人と孫50人、ビッチ息子、え、ん、ん、え嫁10人、孫50人とか、だから息子が嫁10人と、あー、なるほどね、うん、はい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 、あー、それ、やっぱビッチが嫌かな俺は、なんだかんだなんだかんだビッチが嫌かも、自分の娘か子供が生まれたとしたら、いや、どうなんだろう、でもビッチってことは、それは娘ってことでしょ、自分の娘がビッチ、自分の娘がビッチって許せる、え、私は絶対許さない、あ、そうだよ、自分の子供がビッチだったらどう、許さないんだ、本当に許さない、 B も、うん、ちゃんと性教育はするよね、うん、本当に、いやいやいや、お前ら逆にってこと、自分が、そうそう、14ぐらいからもうすでにゴムの使い方とかは絶対教える、あ、あ、そういうことね、うん、あ、ちゃんとした教育、ね、そうそうそう、手こきの仕方とかじゃないの、まあ、もう多分自然に身につくから、ね、教えそうだな、はい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 、やっぱね、ちょっと刺激が強いね、今日は大丈夫ですか、金曜日の夜、ほぼ放送禁止用語しか使ってない怒られるんじゃないかな、いつか、本当にもう、はい、投稿しました、はい、はい、こちらの結果は番組の最後に発表したいと思います、ではここで一旦 CM に入ります。自分の子供にはやっぱそうなんだよ、ビッチにはなってほしくないんだよ、やっぱ話してよね、なんでなんで、なんで、正直いいことだらけじゃないし、あ、いいこともあるけど、悪いこともセックスにハマるんだったらやっぱ彼氏と一番になってほしい、あ、セックスは好きになってほしいけど、ビッチにはなってほしくないってこと、じゃあさ、ビッチのこうなんていうか、振りっていうか、もう悪いところはどこ、悪いっていうか、ビッチじゃなければよかったなって思った瞬間から、舐められるよね、舐められるし、女としての価値がってことか、うん、でも好きでやってるんだから文句言わなくてよくないって、まあな、そうだよ、迷惑かけてないし、あ、迷惑はかけてないからね、はいはい、あと、うん、ね、なんか、うん、やったけど、はいはい、
れだね、ほんとに。あの時セックスしたよねって言って、うん、覚えてないってこと。慣れよ。いやいやいや、じゃあそいつは下手なんだよね。覚えてないってこと。記憶に残すことでもない。ええー。しかも、ビーってでっかい声で言うから。ああ、ビッチのビーとか。うん、AB の B ね。あーじゃあ、さもうわかんねえよ。あ、名前をビーって大きい声で言うってことね。それそうだよ、だって男からしたらさ、セックスって覚えるからだってね、はい、そう、うん、覚える覚える。逆に聞きたい、覚えるの。覚えるよ、だってその人見るたびに思い出す。思い出す。こんなエッチしたなって。だ、まあ、相当やりちんじゃなければ、うん、男でやりちんっていいの、うん、あ、いや、男はいけないんだよね。でもさ、そんな覚えるんじゃん、男は。覚えるんだ、うん。まあ、男が結構尽くすしね、女に。一応はそうさ、男が頑張る方さ、一応は。タケトミとかね、道で言われる？タケトミって。どうで5秒前、4。はい、デンジャラスナイト、続いてのコーナー行ってみましょう。竹富の童貞もらってください。結局この企画やるんだ。はい、そうですね。はい、まあ、あの企画でね、あの童貞の竹富くん、うん、まあ、僕の親友なんでね。親友なんで、はい、あのせっかくなんで、うん、もう竹富の童貞をね、うん、このゲストのビッチさんたちにもらってほしいなということで、うん、はい、一応竹富は本当に魅力的な男性っていうのをちょっとアピールしようかなと。あ、じゃあ中地が竹富のアピールをたくさんして、はいはい、最終的にこの2人がエッチしていいか、うん、エッチにふさわしいかふさわしくないかをじゃあ決めていただく、はい、今のところただの童貞のキモ男だけどなっている、うん、2人も結構あんまもう嫌いだよ。そうそうそう、竹富ね、うん、本当にもうまあまあもうずっと幼馴染で、じゃあ2人はもう聞いてあげてね、ちゃんと竹富の魅力を。竹富ね、はいはい、まあ、まずちょっと可愛いよね、うん、ああまあね、可愛いよね、見た目可愛いと思う。どう、ちょっと可愛い。なんてクマモンというか癒し感はある。クマモン。うん。そうだね。もう小学校から一緒なんだけど、うん、あのまあ見た目ちょっとぽっちゃりなんだけど、うん、ちょめっちゃ運動できる。それいいギャップじゃない？以上、本当に何でもできる。な。うん、そこは自信持てよ。え、あの聞いたことあるんだけど、うん、誰かの名言なんだけど、ビッチの名言、セックスはスポーツだっていう。お。だから。俺も聞いたことある。運動得意なんでしょ。得意。運動神経と俺セックスって関係あると思うわけさ。あ、関係ないと思う。体力と批判、体力と持久力はどう。これスポーツの体力とこのエッチ中の持久力、あ、どうなんだろう。関係するの。体育会系の人でも持久力ないとか全然いるもん、うん、あじゃあやっぱ、じゃあそれはちょっとあんまりプラスにはならないやつ、うん、逆に体育会系の人は早漏かもしれんよ。はいはい、あ、そうかも。そう、うん、なんか燃えやすい。はいはいはい、あの、わかる。気持ちいい。松岡修造1秒でいくって。おお。逆にオタクとかの方が淡々といくかも。あ、そう、平常心。もしかしたらね。じゃあお前は今のところ以上ダメやす。早漏かもしれない今。あ、どうなの。歌は比例するともこっちに書かれてるけど。え、プエルトリコさん、歌のうまさは比較するって聞いたことある。え、する。音楽からしていたけど全然気持ちよかったよ。ということ、歌がうまいってこと、それとも発声が上手いってこと、どうなの。歌が上手い人はエッチも上手いみたいな。絶対関係ない。リズム感ってこと、どうなんだ。どうなんだろう、あ、それは噂ってこと。これは一応ただの噂、うん、都市伝説。B 的には関係あるのかなみたいな。ある。と思う。紹介する紹介する。え、どういうこと。関係ない人。 A は音痴だけど歌、あ、セックス上手い人を知ってる。逆もいるし、全然関係ないと思う。関係ない、まあ、もしかしたら確率的に言えばもしかして歌上手い人の方が多いのかな、もしかして。あ、もしかしたらね。じゃあちなみに竹富、じゃあちょっとちょっと歌ってください。あの ワンフレーズ歌って。ワンフレーズ、なんか好きな歌。エッチの技関係ある。だってしたことないもん。比べようがないね。なんか好きな曲ある。じゃあ千の風になってをワンフレーズだけ歌ってる。あ、じゃあ俺たち手裏中魂見せてやろうぜ。はいよ。じゃあ2人で、じゃあちょっと手裏中の効果。千の風に。千の風にする。あ、じゃあ、はい、俺が、うん、千の風に。なマジで。で、いらんくて言わんほうがいいの。みんなじゃ
一応ね、ありがとうございます。エコーもかけていただいて、はいはいはい、これはどう、上手いの下手なの分かんない、エコーかかってたら。そうだね、うん、エコーかかって上手く聞こえるけど、じゃあお前はカラオケの点数はどうなの？あ、低い、俺めっちゃ音痴じゃあいいとこないですよじゃあセックスも下手というか予想は下手、はい、いいとこあんの他に？いいとこ、あ、まず、うん、もう面白いかな。あ、はいはい、面白い竹富、うん、面白いね、もう なんか面白いんじゃん、うん、なんか見た目がもういろいろエピソード面白い人って関係ある？やっぱエッチうまいとかある？個人的に好き、面白い人が、うん、ああ、やっぱ面白い人ってやっぱセックスの時もそういうことをする？あ、するね。え、ちょっと今までのなんていうのかな、ワードとか経験的にどんな感じ？バレる、バレそう。あ、そのやってる人聞いてたらバレそうと。なるほどね。面白いことを言うってこと、つぶやくってこと。面白い、うん、聞きたい、ワードだけ聞きたい。エッチ中にさ、面白い、あ、いいよいいよ、全然いいよ、ワードだけ聞きたいんだけど、どういうこと？は、面白くはないと思う。あ、いいよいいよ。3分で行った時に、うん、はいはいはい、まあ、なんかまあウルトラマンのなんか音があるじゃん、シュワッと、はいはいはい、あれと同時に行くみたいな面白い面白い面白い。あ、ユーモアあるね。ソーローだけどそれをカバーする、自覚する、俺ウルトラマンだからみたいな。そうそうそう、すげー、タケトミ来た、ついに来たじゃねーか。タケトミ来たよ。じゃあタケトミ3分で行ったらどうする？シュワッチ、なんていう？シュワッチシュワッチ、いやいや、言い直さなくていいから。狙いに行ったら俺も、あ、これいい感じなんだ。こういうの好き。あー、なんかいいね。早漏だけどごめんねとか言われたら、あ、別に期待してないしってなるし、はいはい、あー、はい、すごいすごい、あ、面白さ。その早漏すらネタにした方がいいんだ、うん、うわ、めっちゃいいやん、面白い。あー、勉強なってる俺今日ね、童貞なのに童貞なのに勉強、はいはいはい、他にいいとこあるの？あ、あ、まずね、うん、あの、いろいろあるんだけど、はいはい、まあ、まあ中学校の時の話なんだけど、はいはいはい、中学校の正門で、はいはい、あの、竹富寛太君、うん、あの、野ぐそをするという武勇伝を。いや、これいいところじゃないじゃんいや、面白いだろこれいや、いや、いや、逆にお前さ、すごくない？校門の前で野ぐそある勇気あって、うん、セックスする勇気はないんだよマジで、そうだよなんだよお前、どうこれ。いや、どう、全然いい、全然いい、全然いい、あ、面白い、男らしいってこと。あ、面白いってこと、ね、面白いよな。いやいや、面白いって好きだもんね、だから、こいつ度胸はあるばよ。あの、だから他にも度胸あるエピソードなんだけど、あの、男らしいってことね。中学校の時かな、うんうん、あの、野球してて、はいはい、その野球してる場所が、うんうん、高校のグラウンド、高校のグラウンド、高校のグラウンドで野球してて、うんうん、はいはい、で休憩しようってやって、はいはい、なんか屋根の下で休んでたら、うん、その隣がテニス部の、うん、なんていうのかな、コート、コート、コートがあって、はいはい、テニス部がめっちゃ部活してて、うん、で俺ら中学生だから、その時の高校生ってめっちゃ色っぽく見えるから、色っぽいね、お姉さん、いいなみたいな、なんか、うんうん、俺らも早く高校生なりたいなみたいなことやってたら、うんうん、急に竹富が、うん、あ、ちょ、俺オナニーしたくなってきたな。うっそ、う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 そ、急に、うん、屋外だからね、普通に、で、うん、どうしよう、俺オナニーしていいって言って、テニスコートまで本当に、うん、あの10メートルぐらいしか離れて、うん、めっちゃ見れる状況で急に、うん、あのベンチだったんだけど、うん、テニスコート側がっつり向いてるんだけど、向いてズボン下ろして、もう こんな感じ、やばいやばい、カメラにも、もうこんな感じでで、俺、オナニーしていいって言って、待って、あの、普通に犯罪者やん普通犯罪者、あ、俺、オナニーしていい、うん、していいって、普通ボケだとしてか、受け取らないから、うん、あ、いや、ダメだよみたいな、軽く突っ込んで、うん、で、普通に携帯触ってたら、うん、急になんかゴソゴソ聞こえるから、こう、竹飛び見たら、うん、ゴリゴリにオナニーしてて、嘘だろ、竹飛び、そう、やめとけ、本当に。で、まあ、普通に10メートル先だから、うん、ざわざわし始めて、そう、見られ、普通、普通に見られて、それはどう、快感ってこと、それで、顧問の先生が嘘って、で、あ、やばい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 って言って、え、竹富ズボン上げって言ったら、急にこいつ度胸なくなって、あ、やばい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 ってズボン履いて、なんかキャッチボールしよう、キャッチボールしよう、いやいやいや、お前さ、キャッチボールすればいいってわけじゃないから、別に絶対ごまかしきれんだろって、何食わぬ顔でやってたら、顧問の先生が来て、女の先生なんだけど、女年配の先生が来て、あんたたち、何してる、見たよ見たよ竹富ずっと無言、ビビりすぎて、ビビりすぎて、度胸あんのないの、どっちなの、なんなのあれは、なんなの、あれなんなの、真相は
あ、オロナニーっていうのが分からんかったから、はいはいはい、あ、悪いものっていうの悪くない、悪くない、あ、違う、お前、チンチン出したらダメってさ、小学校の時点で分かるの。いやいや、習いはしないけど分かるよ、うん、4歳でも分かると思うよ、俺。じゃあ、犯罪っていうのが分からんかったから。あのさぁ、バカなのかもしれないなぁ。どう面白いんじゃん。いやいや、面白いの。面白い。いやいや、それが何歳の頃の出来事なの。あれは中2、中1じゃん。中1かな。13歳で。やばいやばい。女の人の前で裸なってオナニーしたらダメっての分からなかったってこと。まあまあ。あ、待って、お前の親チンパンジー。本当に本当に。マジで。いや、でも一応純粋、純粋ではある。純粋のっていう、まとめていいのこれ。な、本当に純粋だよな。え、じゃあ俺と竹富、うんうん、初オナに一緒やさ。一緒の場所で。気持ち悪い。いや、だからこれ純粋な気持ちだよな。うん、いや、だから知らんから、うん、あ、オナにエロい気持ちもなくて、うん、中1の時に。だけど、うん、友達が、うん、お前らオナニーしてるかみたいな感じで、うん、オナニー、オナニーってなんねって言ったら、うん、なんかチンチンをいじったら白い液体が出てる。何それ。嘘だろ。純粋なんだ。人間のこの、あ、できるんだ、そんなの。どっから白いの出んの、うん、みたいな。そうそうそう、分からなくて、あ、じゃあ教えるよって言って、うん、で、な、3人で、うん、俺んちで部屋で全裸なって、え、どうすんのみたいな感じで、うん、こっからどうすればいいの。教えて教えてみたいな、うん、それぐらいだから純粋だった、うん、エロい気持ちではなかった、それは。触ってみていいみたいな。そう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 、気持ちいいかも、どんな、うん、みたいな。そう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 、純粋、竹富純粋。純粋。あ、じゃあ純粋とかオナニー、まあ、男のオナニーの話聞いたからあれだけど、うん、女の子もオナニーする。してって言われたらする、うん、このプレイ中に。ああ、見るっていうプレイ。ここまでいったらもうオナニーしたくなったらもうセックスするんじゃない。そっかそっか、だからしない。そっか、格が違うな。俺今日4回オナニーしてやす。恥ずかしいわ。めっちゃ恥ずかしいよ。マジで。そうなんだ。オナニーするぐらいならセックスする、うん、もうやろうと思えばできるっしょ、セックス、うん、正直だろうね、うん、男はもう。どうなの、エッチしようって言うってこと、もうある程度いるメンバーの中から。言わなくてもやるよね、会おうってだけで。もう、はいはい、ああ、もうなんか分かるんだ、もう、うん、はい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 。やっぱお前らの中でなんていうのかな、メンバーみたいのいるの、スターティングメンバーみたいな。なんとなく。まあ、いるよね。いる。何名ぐらい。レギュラーメンバーが。ポケモンみたいな。手持ちのポケモンみたいな。たまに戦力外通告。お前もダメみたいな。やっぱスタメンっていうか、もうエースみたいなのもいるんだ、一応は。あ、いる、ね。あ、いる。やっぱ。あ、本当に欲が半端なくなったらこの人みたいな。ならなくてもその人だよね。その人がダメだった場合に保険があってのつけるから。あ、なるほどね。滑り止めとかってことか。基本、はいはい、基本じゃあもうエース。エースがいてのエース、はいはい。すごいね。じゃあ竹富に最後にお願い、僕の童貞くださいって、ね、お願い。じゃあちゃんとね、大きい声で。はい、じゃあちゃんとね。今日、ね、じゃあ手を伸ばして、じゃあ二人がオッケーなら手をね、パンって握ってください。はい、竹富、お願いします。人生を変えろ、うん、僕の童貞をください。僕の童貞をください。ください焦るな竹富。焦るな。僕の童貞をください。お前は常に持ってるんだから。お前は童貞を常に持ってる、うん、もらってもらわない、うん、もう一回、もう一回、僕の童貞をもらってくださいでしょ。はい、うん、僕の童貞をもらってください。フィニッシュ。以上、竹富の童貞をもらってください。ダメなんだ、うん、ダメだね。もうやっぱどこがダメなの。逆に友達としては全然友達になりたい、いいと思うけど、うん、ドライブとか一緒にしたいけど、うん、あ、じゃあこっからだね竹富。そうだね、でも間違ってもその先には進まない。希望の光ないんだ。竹富みたいなのが好きな人もいると思う。いると思う。いるんだ。出会ってないだけじゃない。あ、だね。お、じゃあ、いやいやいや、だねって言うの。そうだよ、そうだよ。じゃあその子を探す、そういう女の子を探せばいいんだ、竹富はこれから。はい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 、じゃあ竹富はこれからね。はい、そういう竹富、もう竹富の魅力に気づいてくれるね。はい、女の子を探してください。はい、以上、竹富の童貞もらってくださいのコーナーでした。はい。
ではここで先ほどの KY デンジャラスのアンケート調査の結果発表。はい、何の質問だっけ。今週のお題、はい、自分の子供がずっとビッチとずっと童貞、うん、どっちが嫌、うん、死ぬまで童貞と死ぬまでビッチ。じゃあ結果、はい、どうなってると思う。なんな俺は一応なんだかんだビッチが多いと思う。いや、うん、あ、いや、ビッチが嫌が多いと思う、うん、なんだかんださっきは童貞だったけどなんだかんだビッチが嫌かな。俺今すごいことに気づいてさ、はい、俺 の, あの質問聞いてほしい、はい、デンジャラスナイトアンケートバトル、自分の子供が死ぬまで童貞死ぬまでビッチって終わってるやつ。一応アンケート投票さ、言っていい、これみんな何人だと思ってるのかな。まあ、いや一応死ぬまで童貞が 53% なんだけど、はいはい、どういう意味なんだこれ。ごめんめっちゃごめん。真相は謎のまま。めっちゃごめん。これがまあでも一番幸せかもしれないね。まあ、そうだね、まあ、その真相はまあ謎に包まれたままというか、はい、じゃあラジオの方はですね、はい、ツイキャスあとちょっと続くんですけど、ちょラジオの方はもう時間がなくなってきました、はい、じゃあ最後にビッチの2人からね、あの童貞にね、もう世界中の童貞に向けて応援メッセージお願いします。一言、あと30秒です。諦めたらダメ。かっこいい。諦めたらダメ。 B もそうだね、いつか、うん、いけるよ、うん、2つの意味でね。ありがとうございます。いけるよ。じゃあ童貞、世界中のじゃあねビッチに僕のことをくださいっていう一言お願いします。一言一言、はい。以上、はい、KY デンジャラスでした。ありがとうございました。ごめんね、俺そうかかって、ごめんね。いやーね、ツイキャスはあと4分ぐらいか、あと何分、4分ぐらいですかね。じゃあオフトークということで、はい、ね、セックス好きなんだね、2人とも。でも残念だったな。どうなの、セックスしたい、したい、セックスしたい、したい、したい、したいです。いやいや徐々に下がっている。どういう女の子が竹富のこと好きなの。やっぱ母性本能がある人かなって俺は。ああ、なるほど。可愛がる、うん、大人の女性。俺年上になんか40歳とか意外と。どんな、わかんない、意外と40歳とかには私が本当にいるってところで、今までやっぱなんかね、なよなよしてなよなよさはまあ泣きしたくない。あ、そこはダメなんだ。あ、まあ、じゃあちょっともう背筋伸ばして、せめてまだなんかハキハキと、じゃあ声ハキハキと、じゃあ俺は、はい、俺は童貞です、俺は童貞ですね、3回髪型ちょっと変えてみた。あ、じゃあ髪型はどう変えた方がいい。なんか変わらないし。おいおい変わらないけど、なんかこの髪型のそっなんか童貞かも。あ、あるな、あ童貞感ありますね、これね。でもいつもや、童貞が好きな人がいるって聞いたけど、一応、ね、あ、女の人、うん、大人の人とかかもしれない。なんか聞きたいこととかある、二人で。じゃあこの中でエッチするんだ。あ、来た、中津さん。あ、うっそ、 B の、 B の中津さんだよね。だって、うっそ、中津なんでうっそ俺だと思ってた。リュウナに、リュウナに、リュウナに顔タイプ。ああ。邪道だと思うよ。なんか面白いけど落ち着いてる感じが。ああ、出た。じゃあこの後ツイキャス終わった後、3人でまたホテルでツイキャス。やめろ。やめろ。面白い。じゃあそれを俺と家で見るとか。オナニーしながら。なんでよ。マジかよ。最悪だな。ああ、そうなんだね。はいはいはい。どれぐらいあと時間大丈夫？うん。ちょっと聞いてないよ。あ、はいはいはい。ビッチのラインってさ、どっからがビッチだと思う？うん。なんなの？どっからがビッチなのか。ビッチっていうのは、いろんな人とやる人の特定多数なの。セックスが好きな人？例えば彼氏とビッチって言われたらビッチない。うん。ああ。相手任せだからそういう判断で。はいはい。誰かが自称するもんではないよ。そうそうそう。そっかそっか。全然もうビッチって言われたらそうかもねーぐらいで。じゃあ人数とかにラインがあるわけだよね、うん、だってずっと一人で一人の人でやってるけど開発されてるクソビッチとかもいるかもしれないです。ああ、うん、はいはいはい。すんごいもうとんでもないですよね。なるほどね、なるほど、難しい、ね、なんかビッチ予備軍みたいなのある、なんか、うん、こういう人はビッチ予備軍みたいな、なんか嫌な意味である、
なんかキモいビッチっていうか、うん、なんか他人の男を寝取ってなんか取って、はいはい、あ、普通にです終わった。嘘。え、いい感じじゃない？あ、普通終わった。あ、普通普通どうなの？うん、なんかわかるじゃん。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、追加する。見るの忘れてた。